こんな風にサプライズでお祝いしてもらうのは、なんていうか少し照れちゃうわね。でもそれ以上に嬉しい。あんたの気持ちがとってもとってもね。たまには私だって素直になるわよ。それが準備してくれたあんたへの礼儀だし、感謝の気持ちだもの。何よ、人の顔をジロジロ見て。顔が赤い？ちょっと人をからかわないでよね。でも伝えられてよかった。だってあんたがそんな風に笑ってくれたんだもの。あら、時間通りだと思ったけど待たせちゃったみたいね。あんたが待ち合わせで私より早く来るなんて初めてじゃない？紳士としていい心がけよ。それで私に何か用なの？これって誕生日プレゼント？あんた私の誕生日覚えててくれたんだ。ありがとう、とっても嬉しいわ。スズメや救護員の子供たちだけじゃなくて、あんたにも誕生日を祝ってもらえるなんて、今の私結構幸せ者ね。え、お祝いにみんなでお茶会の準備をしてるの？ふーん、なかなか気が利くじゃない。だったら早く行きましょう。時は金なりよ。じゃああんたにはエスコートをお願いしようかしら。よろしくね、素敵な紳士様。いいデザインじゃない、エレガントね。これ私の誕生日プレゼントなの？もう照れくさいけど嬉しいわ。ありがとう。あのなんでこのカップペアになってるの？もしかして片方はあんたが2つ入っててお得だった？紛らわしいわね。え、お祝いにみんなでお茶会の準備をしてるの？ふーん、なかなか気が利くじゃない。だったら早く行きましょう。時は金なりよ。じゃああんたにはエスコートをお願いしようかしら。よろしくね、素敵な紳士様。美味しそうね。ってどうして今焼きそばパンなわけ？私の誕生日だから。誕生日プレゼントが焼きそばパンってあんたらしいわ。これあんたの手作りなの？私のために作ってくれたんだね。え、今食べてもいいかしら？おいしいわ。一生忘れられない味になりそう。ありがとね。え、お祝いにみんなでお茶会の準備をしてるの？ふーん、なかなか気が利くじゃない。だったら早く行きましょう。時は金なりよ。じゃああんたにはエスコートをお願いしようかしら。よろしくね、素敵な紳士様。